孫殿、何をそんなに悩んでおるのじゃ。借金の返済は免除、店の経営も順調、何も悩むことはあるまい。あの小娘も存外乙女じゃの。じゃが牧年人のお孫殿にそのような言い回しは無意味じゃ。何も言っておらん。時にお孫殿、その手に持っている本は何じゃ。おお、春山は小説家になったのじゃな。初耳じゃぞ。いや、しかしメイのやつもデビューしたとはの。これもまた感慨深い。夢か。あ、そうじゃ、朝霧はどうなのじゃ。世界大会がどうのこうのと言っておったじゃろ。この前の大会では日本最速記録と言っておらんかったか。あれ以上速くなってどうするのじゃ。うんうん、南雲はどうじゃ。あやつは昨日店に来ておったじゃろ。感慨深いの。もみじパンチ。まったく、こんなプリチーなわしを年寄り扱いするとは許せん。何気ない一言が人を傷つけると学ぶのじゃ。わかればよし。ほれ、そろそろ雪代が来る時間じゃろ。家事だけではなく店の手伝いまでしてくれるからの。確かにありがたい限りじゃ。お孫殿のせいで雪代もムキになっているのじゃろうな。まったく鈍感というかなんというか。ただまあ、誰に対しても感謝の気持ちを忘れてはいけぬ。何じゃ。わしを褒めても何も出ぬぞ。お客さんが来たようじゃな。ほれほれ、春山たちに負けぬようお主も頑張るのじゃ。